年平戦ですと。そういえばなんか告知されねえだな。いやー、まさかの新平さんとマッチングするというね、公式のルールが出来上がるとは。戦友出撃が不可で、年平戦は年平仕様の機体しか出撃できないらしいですよ。で、専用のパーツが、ドロップするみたいで、それで年平戦仕様の機体を組み上げて使うことができるみたいです。まあ、見ての通り、弱いですね。はい。能力がやばいな、これは。まあ、新平さんと戦うんであれば、これぐらいのね、あれは判定的なものはないとね。あと、モジュールとかもなんか適用されないんでしょ？完全に腕構えが問われると。いやー、だからまあ新平、もう下手したらワンコンでやられるだけの能力でしかないので、だからまあ気をつけないともう本当に瞬殺される新平さん相手でも、本当に腕前が問われる戦いになると。で、今は連平仕様はこれしか持ってないんで、これの出撃のようです。これの出撃になるんでね。やってやろうじゃありませんか。ははははは。今まで誓ってきたね、腕前が問われる。新平さん相手だろうと、手加減はできないですな。行くぞー。皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アクセスでーす。連平戦。やってきましたね。やっていこうと思って出撃したんですけど、なんと敵味方全員が連兵ジムという、つまりはこれおそらくね、新兵が一人もいないという、全員が制限つく。キール無理無理無理、ちょっと待って、待ってくれ。火力が低いからそんなにダメージ食らわないな。結構食らってもやばいな、これやばいんですよ。あー、バックール。まあでもダメージがそんなに入らないから、結構ボコボコやられることは少ないんじゃないかと。うわ、遅いな、これ。遅すぎんだろ、これ。こんなに遅かったっけ、このゲームって。やばい、やめてくれ、やめてくれよ、やめてくれ、あー、やばい、やばい、今の機体に慣れてしまっている。もしかして昔はこんな感じの戦いだったのかな。いやー、これ結構新鮮だぞ。いやー、お、拠点攻撃。でも拠点攻撃でこの火力じゃ全然削れないでしょ。いやー、ポーッときた。あ、あれ、バズーカ出したつもりだった。あー、やめてくれ、バーるか。うわー、やっぱそうなりますよね。しかしこれお互いが連携では意味がないぞ。いやー、遅い遅い。バルカン散らしていこう。はい、バズか。そう、塗り替えられたか。よし、あとはもうバルカンを散らしていけばいいですよ、リードで。うわー、セオリー、いいね。よっしゃー、回復速度やっぱ速いですな。よっしゃ、やっていくね。10番さんのエコに。しかしこれ機体制限のかかったなんか普通のスタンダードになっちゃってるんですよ。よっしゃー、なるほど、睨み合いになってたわけですね。よしよし、いいですよ。そうですよね、お互いがあれですからね。よいしょーい。ブーストが全然ない、ブーストがないよ、助けてくれ。あ、レベル1だ、落としたいけど。おー、何にしやがるこの野郎、やめろやめろ、やめろ。もうダメだ、これは落ちるぞ。ダメだ、ごめんなさい、許してください。そう、届かないか。やばいやばい、これはやばい。もう落ちる、僕もう落ちるよ、これもう落ちるよ。どうせ落ちるならこいつ。やばいやばいやばい、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。くっそセオリドリ、バルカン、バルカンを。いや、まさかの、しかし敵味方全員連兵ジムとは恐れ多い。どうしよう、きたー、ありがとう。じゃあ D に突撃しても殲滅するしかないっしょ。さあ、覚悟しやがれ。わー、
ブラブラブ同じ多少の多少も合流してなんてよかったんだアクセス、やばい調子に乗りすぎだ、もうくそー、なんて地雷だアクセス、だから最近の機体性能に頼りきりになってしまっている、どうしようかな、中継を取ってよし、僕は怖いから八番さんと連携する、おっと、気づいたな、あーチャンスだった、おーおーおー危ねえね、ナイス、どうしようかね、いやー下手したら下手に突出したら瞬殺される、おっと当たらない、思ったより、ああなるほど、これもあれかやばいな、確かに中継取らないと、そうだ、なんか違うと思ったらあれか、モジュールマスタリーが適用されてないからですな、よし、これも C に行く、やべえよ、これはやばいよ、一回離れた方がいいんじゃねえか、一回離れよう、ちょっと、ね、おとりしましょうか、おとりになれるかも、おー全然当たらない、ダメだ、予測が効かないな、やばい、こっち来た、やばい、待って、凡人のアクセスじゃ、よー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 、あーオーバーヒート、ブーストがすぐ切れるな、しっかり予測かけて、くそー、やってやる、やばいな、これ基礎が鍛え、基礎力が鍛えられるな、この戦い、10番さんが、お、ナイス、やべえな、8番さんがやばいけど、もう落ちそうだな、よし、こっちに、ありがとうと言っておこう、とりあえずこっちに行こう、もう8番さんは多分また、よし、ここで撃撃して、おい、着地を狙っていく、あー、まだスキルが溜まってないのかな、どうしよう、一発だった、バルカンがな、もうバルカンが肝ですよね、これこの戦いだと、バズグレッグ、よっしゃー、あの下角でも当たるか、よっしゃ、あー当たるのそれ、よっしゃー、うらうらうら、よっしゃー、危ねー、あれが当たるのか、ありがとうマイケル、よし、橋場さんの援護に行くよ、俺は、おいまた来たよ、止まらない増援が、敵の増援が止まらない、あぶねー、もう一回ひるみを取ってタックル、よっしゃー、来るんじゃねえよ、切るよ、危ない、もう来ないでくれ、戦況はでも拮抗してる、あ、拠点が落ちそうですね、じゃあ俺も行った方がいいんじゃないこれ、行こうよ、じゃあみんなで行こうよ、あー敵が多い、そうだね、全員でもう総攻撃仕掛けた方がいいんじゃないかこれ、よし、みんなで行こう、みんなで行きましょう、みんなで、拠点にはみんなでかかれば怖くない、さすがに全員でこうかかればいけるっしょ、走行駅かけるといけるんじゃねえな、やばい、俺が落ちても味方がやってくれるはずだ、うわー頼む、よっしゃ、ありがとうお疲れ様でした、いやーなんか協力してるって感じがしたな、さすがにウッペンズだ、いやーいかに普段来たせのに頼り切ってるか思い知らされた気がする、うわー全員火力が足りないから思いのほか手間取るという、能力は低いけど全員が同じ機体ですからね、まあ面白かったな連兵戦、でも新兵が一人もいないという凄まじい戦いだった、だから誰が誰を超えたいと、次は一番ダメージの鍵だ、拠点攻撃か、みんなやるじゃないか、俺が言えた義理ではない、いやー皆さんお見事でした、いい勝負だったんじゃないかなと思いますわ、拠点なかったらだって勝ててたかどうかも分かんなかったしな
なかなか引っ越したいい勝負だったんだと思いますわ。お、ありがとうございます。そうそう、あれですね、3周年キャンペーンで日替わりで、お安くスイッチケースが並んでるとか、まあ新規の人には全然お安くないですけど、あ、そうか、1回出撃すると EX パーツが必ずもらえるっていう仕組みになってたんですが、ありがたいな。さあ何が落ちますかね。おー、クアンタラありがとうございます。赤が2か、赤が2つ、連邦ボーナスだ。あー、でも2個つくの嬉しいな。で、第3にエンブレム、あー、エンブレムボーナスを打つと。いやー、連兵戦でなかなか面白い勝負した。でもこれ多分ほんまほとんど連兵ジムを見かけるだけになりそうな気がするな。新兵戦自体出てる人が多分そもそも少ないでしょうからね。まあね、皆さんぜひぜひね、また遊んでみてください。ではではね、本日もご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。